人の下顎骨顎は、それを持つ動物一般においては、口の一部であって、開閉して物を捉える機能を有する構造体を指す。人を含む顎工場綱の動物では、頭の下部にあって、上下に開閉する機能を持つ骨と筋肉を中心に形成された口の構造物全体を指す。顎工場綱の顎は、上顎と下顎で形成されており、 視点のある上顎に対して化学が稼働する。哺乳類は、下顎の稼働性が高く、これを繰り返し動かすことによって、食物を咀嚼する。対して、顎を備えてはいても咀嚼を行わない動物の多くは、物を捉える、引きちぎる、飲み込むなどを行うために顎を用いる。顎を表す漢字には、顎のほか歯の根を覆う肉を原義とする、や、口角がある。また、別に、 おとがいを、あごとも言うが、この字は主に、あごを指す。なお、医学などにおける、日本語の専門用語としては、あご、口学はいずれであっても、音読みをする。動物全体で見ると、口にあごを持たない、動物群も多い。あごを持つ動物に、脊椎動物、節足動物、湯爪め動物、関係動物、あご口動物が挙げられ、その構造、を、 由来も動物群によって大いに異なる。ウニ、糖塞類、臨径動物などにも似た構造があるが、普通は顎と呼ばれることはない。湯爪動物の場合、数体の柔らかい突起物によって囲まれる口の内側には水平方向に配置された1体の付属子のそれぞれ1体の爪に由来する顎がある。関係動物の場合、口の内側に左右から挟む。 形の顎を持つものが多毛類とヒル類にある。顎口動物は、袋状の消化管の入り口が筋肉質の咽頭となっており、ここに1体の顎がある。様々な昆虫の大顎と、小額 A、バッタ、B、ミツバチ、C、蝶、D、仮節触動物の場合、甲殻類、昆虫類、ターシ類などの分類群、いわゆる、 大顎類は原則として三体の顎を持つ。節足動物の顎は口に続く短い突出物になっていて、その基部で体に関節して左右から挟み込む構造になっている。この顎は大切の付属子に由来し、一節からなるごく短いものが多いが、より付属詞的な形を残したものもある。挟むようになっている場合、内側に突起が入っていることもあり、これを歯と呼ぶ。 顎のうち最初の1体は、大顎、後方の2体は、小学という。顎ではないが、甲殻類では、頭部直後の頭部にある、胸肢が、顎足という補助的な後期に変化しものがあり、ムカデは、最初の動詞から特化した毒牙のような顎詞を持つ。大顎類以外の節足動物、例えばクモのハサミ角は、上顎とも呼ばれるが、クモを含めてハサミ角類にそもそも常実のような顎は、 なく、ハサミカドもそれとは別起源の付属詞である。ウツボは獲物を捕らえるための口顎と食道に、進めるための咽頭顎の二つの顎を持つ。脊索動物も、初期群に顎を持つものは存在せず、現在でも、ナメクジウオや胞ヤなど脊椎動物以外の、脊索動物は顎を備えていない。そもそも脊椎動物においても、初期段階における、ボディプランでは、顎がない。 これら顎を持たない、脊椎動物は、総称的に、無学類とされ、数多くの全滅種が知られている。また、原生において、なお祖先的形態を多く保持するとされる、塩鋼類もやはり顎を持たず、口には、細かい角質場が並んでいるだけである。しかし、古生代もカンブリア期から、オルドビス期へ移ると顎を獲得した顎口類が、出現し、これ以降、無学類に変わって、 彼らが優勢グループとなって敵を放散していくことになったと考えられている。顎工場綱が獲得した顎は副肺方向に動き、開けば後腔を大きく広げることができる。この顎は肺における第一咽頭弓から発生する。つまり同じくその後ろに続く咽頭弓から発生するエラなどとは連続騒動であると言える。顎を獲得した仕組みは 脊椎動物の進化上の大きな謎であり、未だに多くの学説が提示されている。例えば、長らく無学類の持つ最強の内前方の一体、内視2体は、顎口類では失われており、それに次ぐ1体が変形したものが顎であるとされて、きたが、これらの説も現在では疑問視されるようになってきている。顎を構成する骨格要素は様々である。 例えば、サメなどの軟骨魚砂では、郊外方形軟骨及び、化学軟骨が、それぞれ一体で、上下顎を構成する。また、その後ろの一体の一部が、絶額軟骨へと発生し、内耳直下に関節して脳箱と顎を接続している。しかし、甲骨魚類においては上下の顎に皮骨由来の、新たな骨が加わり、軟骨魚で顎を構成していた骨は後方へと、追いやられ、 方形骨及び関節骨として顎の蝶つが蓋を構成している。また、上顎は皮骨頭蓋を介して脳箱へと接続し、舌蓋骨は縮小している。この舌蓋骨は、獅子動物においては耳小柱となって音を聞くための器官へと転用されている。獅子動物のうち、より陸上へと適応したグループが有用膜類である。有用膜類の中でも顎の形態は、 非常によく多様化している。例えば、このうち哺乳類を含む系統のグループである、単ユ類では下顎を構成する革骨由来の角骨に音波を拾う機能を有するのが共有派生形質で、ここから関節骨、方形骨と音波を伝えて、方形骨に接続した耳小柱を介して内耳に信号を渡していたが、哺乳類への進化の過程で再び顎の構造に、 変異が起きている。角骨、方形骨及び関節骨は、関節から外れて中耳へと取り込まれ、角骨は鼓膜の支持骨である、鼓骨へ、方形骨と関節骨は、あぶみ骨とともに、耳小骨となっている。また、化学構成骨で唯一残された骨、歯骨は、臨場骨に接触して新たな顎関節を形成している。 顎関節及びそれに関わる骨の相同関係を以下に示す。その一方で、爬虫類、蝶類を含む系統であるそういう未類では、耳小柱の接する方形骨に直接鼓膜が生じ、耳小柱はこの方形骨由来の鼓膜から直接音波を拾うように進化したため、顎関節に大きな改変は生じなかった。人の顎顎の先端が尖って突き出ている部分を、 おとがいと呼び、人科の中でも人に固有の特徴とされる。これは、私立が縮小したために骨が取り残され、結果的に都市粒となったものである。人間の下顎は、汗や涙の出口になることがある。下顎、顎先は、ボクシング、格闘技では、急所として扱われる。特に顎先に打撃をもらうと、脳震盪を起こしやすい。 顎の長い科学前突症の人のことは、シャクれと呼ばれている。ありがとうございます。